承知いたしました。取引を行いましょう。ありがとうございました。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使、ウィズパーティット。軍主義シナリオの織田信長編ですね。ちょうどあと26日、あと4日間分が足りない。4日間分が足りない。なんとかなるでしょ。ここどこの家同盟結んで。いや、柴田さん、あなたなんか、いろんなところに負けて取られてるんじゃない？一個しかないってことないよ。二つ三つ持ってたよ、柴田さん。多分。多分負けちゃったね。まあ、進めて、行こうか、ちょっと。この戦、我らの勝ちだ！かたじけない。そしたら部分騎乗させて、2部隊ぐらい部分騎乗させようか。そうすれば多分持つはず、兵糧はね。参るぞ。出てくる。ああ、いいね、いいね、いいね。続け。ここでまた兵が減るから多分、いけるでしょう。じゃあ進めていきます。方位31日いいね。あ、40日間も兵糧持つ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。で、これ勝つね。我が武名で、即黒だね。天下に示してみせる。で、参るぞ。負けちゃうんだよね、これね、多分ね、これ。参るぞ。出てくるよね、多分ね。これが出兵で、こっから出して、900ぐらい？前進せよ！で、合流で、違う、9日のこの舞台、お通夜の方。とりあえず、これをこっちにすれば多分出てくると思うんで。前進せよ。合流。で、お通夜の方を入れて。引っ込んじゃうね。ちょっと兵数が多いから引っ込んじゃうね。まあいいでしょ。これでホイかなんかにしようか。ちょっと舞台変えすぎちゃったっていうのはあるからね。じゃあ進めていきましょう。あ、なんか兵糧1万もらったね。あ、全然余裕になったね。旗の芸に行っちゃったみたいね。あ、出てきてくれてありがとう。我が武名。じゃあ10日ぐらいかな、強行で。示してみせる。ということで9日いいね。で、兵糧も今月ね、入ってきたんだね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。2700で出てきた問題ないね。そしたら、姉がさんを従属させちゃうか、めんどくさいから。宣戦布告は姉がさんにして、俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。で、従属させよう。7800?7800持ってけば足りるってことだね。7800、8100か。8100持っとこう。進め！で、こっちの方は、交渉で、講和しよう。承知いたしました。講和。承知いたしました。講和。承知いたしました。講和。承知いたしました。
頭さんも壊しておこうか。承知いたしました。でそしたらこれはもう返して OK だね。でまあね、こういうふうな感じ、国境警備ってかなり重要で、あの相手に攻め込まれる先に出しておくんですよ、ある程度の部隊ね。うん、そういうふうに出しておくと、あの攻め込まれ、本来だったら多分出してなければ、多分ここもここも多分取られちゃったはずなんですね。ここもここもでもね、取られずに向こうも国境警備をしてくるような状態を保てるので、そのような感じで進めていくと、まあ無駄に城は取られることはなくなるんじゃないのかなと思います。ではね、進めていこうか。プロを買ってないよね、まだね。取引を行いましょう。この前に、商業進めとこうか。承知いたしました。あ、農作業進められるね。農地をね、作っていきましょう。承知いたしました。取引を行いましょう。で、買ってもうちょっと買えるか、半分買って売ってね、かしこまりました。こんな感じで錬金術ね、ちょっとやります。で、歩兵だね。うん、取った場所歩兵終わってないと思うんで、歩兵の方ね、はっておきます。承知いたしました。承知いたしました。でまあこんな感じで承知いたしました。やれば問題なくね、いけるんじゃないのかなと思います。では進めていきます。これね、勝てますね。力を貸してやろう。徳川もでかくなりすぎたからね、どこ貸してほしいんだって。ここ710しか持ってないのかね。軍配こそ。かたじけない。この戦、我らの勝ちだ。でね、さっき裏切られた武将がいるんだけど、誰が裏切られたかわかんないんで、誰にね。まあ一応。あの、覚えてたらね、首跳ねてやってもいいんですけど、間違えた人を跳ねるとね、かわいそうなので。この戦、私たちの勝ちですね。手を打ちましょう。ね、ああ、出てくれる男だね。こんな絶対負けるような、出てきてくれるっていうの嘘だね。66日。あとは問題ない。多分今一生懸命講和の使者っていうよりか、従属の使者をね、従属したいですっていう使者を送ってきてると思います。で従属が送ってこられたら、ここだね。純母さんにね、攻め込むような感じかなと思います。流れ的には。では進めていきます。浅はかなり。先月の終始です。これより表情を行う。なんか取れたね。取れたけど、何が取れたのかよくわからない。民中上昇台かなんか取れたんだよね。これか。ああ、全然取れないから、しょうがない。軍事と対面にしとこうか。48、42、43。これで表情を終える。ああ、ノブ強いからダメ発言取っとこうか。高速のこれも取っとこう。で、このアクロツアー取りたいからね。ご命令を。で、闇取引をやってきます。天も人も、俺に背くことは許さぬ。で、兵糧を買います。違う、これじゃない。兵糧買い。取引を行いましょう。ありがとうございました。そうそう、これをね、やるきっかけになった方はね、
プレステ4でやったっぽいね。プレステ4でやったんですけどね。うん。なんかね、パソコンのはなんか早いね。なんかね。なんかセーブとかちょこちょこしてた方だったんだけどね。うん。撤去施設選択で、パソコン版やられてる人はほとんどだと思うんですけど、セーブとかロードとかってすぐ一瞬で終わるじゃないですか。うん。なんか結構、うん。5秒、6秒ぐらいなんかね、かかってセーブとかね、してましたね。もっと実際勝ってたのかもしれないですけどね。うん。こんな感じでいいのかな？早く送ってきてほしいんだけど。従属の使者は。おいで。交渉ついたのに交渉つかなくなっちゃったね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。ああ、徳川とぐらいだったら同盟延長しといてもいいかな。ああ、なんか姫部署くれる。ああ、なんか姫かなんかもらってもいいね。でも弱そうだし、通常の延長にしとこうか。12ヶ月、ね、承知いたしました。あー、斎藤家は滅ぼそうか。うん、じゃあ兵糧買って進めていこうか。取引を行いましょう。違うな、先証券進めて。承知いたしました。取引を行いましょう。かしこまりました。取り計らいます。使いの者が来たようです。あ、従属ですね。はい、承諾。ではね、神保さん行きましょう。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。助立ちいたす。行くとするか。ではね、こんな感じでね。まあ、上杉さんがね、もうほとんど潰しておいてくれたんで、だいぶ楽なんですけどね。皆さんのおかげで勝つことができました。いいですね、池田さんね。かたじけない。強行60日、時間かかるね。まあ、いっか。手を打ちましょう。ああ、出ていてくれるんだ。いいじゃん。さっきみたいに嘘とかやめてほしいですけどね。こっちで見とこうか。商いを始めましょう。こんな感じで問題ないね。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。兵糧買います。取引を行いましょう。じゃあこっち進めて。承知いたしました。うん。いい感じじゃないのかな。うん。手紙の方は39。これなぁ。これなぁ、全部黄色やもんなぁ。大宴会とかないの、こいつ。ノブ持ってないんだよね。まあ、大宴会持ってないのしょうがない。うん、それはしょうがない。山田さんと今戦争9ヶ月か。これ壊するとこっちに、浮田さんに取られるよね。うん。これを取られるのは、買ったるいね、後で武将ね、全部ね。じゃ進めていきまーす。あ、出てきてくれた山名さん。皆さん、これからも私を支えてください。支えます、支えます。
ヨド殿をね、産んでくれるね、お市ですからね。方位127?4 ヶ月?一気2回か。まあ、しょうがない。一気2回ぐらい我慢しますよ。では進めていきます。報告いたします。これより兵糧。微妙にあれだね。あの兵糧増えてるのは嬉しいね。論議と対名で。62、43と48で。これで表情を終える。これで手案力ちょっと上げとこうか。うん、まだまだ全然だね。ご命令を。闇取引入れて。天も人も、俺に背くことは許さぬ。取引を行いましょう。うん。じゃあ、歩兵しとこうか。あれ、歩兵。は。かしこまった。金ヶ崎歩兵やってなかったんだね。かしこまった。まあ、こんなもんでいいかな。うん。だと、あれだ。神前やっとこう。神前。マイナス60なんで140にね、ちゃんと上げとこうか。かしこまりました。あと、六角さんもね、従属してくれてるんで。承知。そしたら、ここら辺、水系これ、何系野牛系野牛系行こうか。ちょっと忘れてたね、野牛系相手にし、野牛系行ってあげるのね。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。野牛系も行くから、あれしとこうか。これも同盟延長しとこうか、1年ぐらい。かしこまった。うん。野牛家行ったら、秀吉さんのにも行かない、行ってあげないとね、焼け餅焼かれちゃうんだよね、このゲームね。5、6、7、8、9、13000もいるの?こんないる ?12000 か。12000、ここで、12000ぐらい出てくる?出てくるね。守り上げ。だったら12000、14000ぐらい欲しいな。14000、5000で出てきてくんないかな。出てきてくれる。もうちょっとなんかいけそうだね。15300、15300、17100、15300、17100でも出てくる。これで十分ですね。出陣する。よし、じゃあこれで問題なく、一気に多分落とせちゃうんじゃないのかな?うん。じゃあ、兵糧買ったかな?取引を行いましょう。兵糧買ったらね、進めていきます。この城、いただいておくぞ。かたじけなし。そうすると多分、神保さんは、これから、出陣するぞ。従属の使者を送ってくるはずなんだよね。使いの者が来たようです。無理に決まってるじゃん。ヤマさん従属だったらいいけど、いつも言うよね、ヤマさんにね。従属なら許してあげるけど。でも残り1個のお城で従属したいって言っても、それは叶わない願いですよね。守ってあげれないですからね。我が志、必ずや果たさん。報告いたします。ご命令を。はい、ということで、商業のを進めて、第4話はね、商業を進めて、闇取引を。
兵糧を買って、終了していきたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。